5月9日から11日にかけ、米国カリフォルニア州ロサンゼルス郊外のアズサパシフィック大で行われたフランソンラストチャンスで、男子100メートルに小池祐貴、住友電工が出場し、10秒28、プラス2.8で優勝を果たした。小池祐貴10秒11、米国での今季2戦目で早くも高走200メートルは21秒05、マウントサックリレー。 米国でトレーニングを続ける小池は4月にフロリダの競技会でシーズンイン4月20日のマウントサックリレーでは10秒11をマークしている5月4日のオクシデンタル招待も10秒31で制していた今大会では2日目の予選で10秒36プラス1.1をマークすると準決勝でも10秒26プラス3.8と全体のトップタイムで通過 決勝も2位に0.05秒差をつける快走を見せた。また、女子100メートルには三笠緑、住友電工が出場。準決勝で11秒28、プラス3.5と追い風参考記録ながら、自己記録、11秒46を大きく上回り、日本記録、11秒21にも迫るタイムを出している。